小田急電鉄の電気機関車では、かつて小田急電鉄が所有、運用していた電気機関車の後、形式について記す。小田急電鉄の電気機関車は、形式には、出来を冠しているが、車両番号は、日本国有鉄道式に電気機関車を表す。E と同軸数をアルファベットに置き換え、ED などを冠していた。2002年9月に、 EB1051 が廃車されたことにより、小田急電鉄から電気機関車は消滅した。敵船重十二121927年3月に、川崎造船所で、正番十16.17、正おさむ2419として2両が製造され、同年7月に竣工した車体の前後に短い、ボンネットを持つ40トン急突型電気機関車である。武蔵野鉄道が発注した。 デキカ2 0系、上田温泉電機が発注したデロ301などが同景気として挙げられる。小田原急行鉄道時代には一型と称したが、1941年3月1日に、絹川水力電機に合併され、社名を変更した小田急電鉄が、陸上交通事業調整法に基づき1942年5月1日に、東京横浜電鉄等と合併し、 東京急行電鉄、いわゆる大東急になると、溺仙10型と改版される。そして、1948年に大東急が解体する際に、小田急電鉄に引き継がれた。小田急電鉄では、車両番号は ED1011、ED1012 とされた。1968年5月に ED1011 が、1984年7月に、 ED1012 が廃車され、形式消滅した。ED1011 号は、向こうが丘遊園敷地内にあった、小田急鉄道資料館の、施設脇に、生体展示されていたが、向かいが丘遊園閉園に従い資料館も閉鎖され、その後撤去された後に解体されている。また、e d 1十二号は、廃車後も、少なくとも二千四年までは、海老名検築で保管されていたが、 その後解体されたため現存する電気はない。ED1011 は1961年10月に特急車両の2階運転室を想定した仮運転台を全面に増設して試験運転を行った実績がある。これは小田急で初めて2階運転室を備えた3100系の設計に際して運転室を2階に上げても信号機の死人に支障が生じないかを確認するためであった。 九百三十年五月に、川崎造船所で成番十二外七百七十から七百七十三として一行が製造され、同年十一月に竣工した五十トン級の箱型車体を持つ電気機関車で、側面に並んだ七個の丸い窓が特徴であった。同景機としては、藤士見延鉄道二百型があるが、こちらは、自長が五トン、重くまた、側窓は、 丸窓ではない。小田原急行鉄道時代には101型と称したが、陸上交通事業調整法に基づき、小田急電鉄が1942年5月1日に東京横浜電鉄等と合併し、いわゆる大東急になると、歴戦二十型と改版される。そして、1948年に大東急が解体する際に小田急電鉄に引き継がれた。 小田急電鉄では、車両番号は ED1021 とされた。1969年1月に、学南鉄道に乗とされ、ED28 型に改められた。主に入れ替えようとして使用されたが、1988年12月に廃車された。出来線30、系線31出来線20型と、同じ1930年に、日本車両製造本店と、 東洋電気製造のコンビによって一両が製造され、同年12月に竣工した50トン級の箱型車体を持つ電気機関車である。前面は切り妻の非貫通構造で3枚の窓が並び、左右の倉庫には砂箱が設置されている。基本的には機能本位の無骨さが目立つが、窓には全て上円に R が付けられている。類似の外形を備えた。 電気機関車としては、豊川鉄道の出来52系出来52、伊勢電気鉄道の521系521などがあるが、本形式はそれらよりもワンランク上の定格出力の主電動機を搭載しており、自長もそれらより10トン前後重い。小田原急行鉄道201系201小田原、急行鉄道時代には201型と称したが、 陸上交通事業調整法に基づき、小田急電鉄が1942年5月1日に東京横浜電鉄等と合併し、いわゆる大東急になると、歴1 3 0型と改版される。そして、1948年に大東急が解体する際に小田急電鉄に引き継がれた。小田急電鉄では、車両番号は ED1031 とされた。 1997年に廃車され、この形式が消滅したことにより、小田急から本線用の電気機関車は消滅した。キ1040系10411951年6月に、中日本重工業及び三菱電機で一両が製造された。50トン級の箱型車体を持つ電気機関車で、車体の前後にはデッキが設けられている。溶接で組み立てられた平滑で、 近代的な外観を有している。出力は小田急の電気機関車中最大の6 0 0ットで発電ブレーキを備えている。貨物列車廃止後は歴戦31と10連を組んで新車搬入に使用されたが、1994年にモーター焼損を起こしたことがきっかけとなり1996年に廃車された。1950年に 日立製作所で一両が製造された15トン級の小型と津型機。元は日本船売公社足柄工場の専用鉄道で入れ替え機として使用されていたが、1958年に小田急が同船の運航を委託されたのに際して1959年2月に購入したものである。背の高い台の上に設置されたパンタグラフが特徴的である。 千倍校舎時代は EB1 型と称したが、小田急では歴1050型と解消された。愛部大工場で使用された後、王の工場の新設に際し、王の工場に移り、2003年9月の廃車まで、電動貨車デト1型と共に場内入れ替え機として使用された。図色は王の工場に移動した際に、黄色と青に塗り替えられ、その後オレンジの配色となった。 ありがとうございます。